こんにちは、はるです。今回はアジアンノットシリーズ第2回目としまして、菊結びと吉祥結びの結び方をお送りします。一見同じもののように見えますが、よく見るとちょっと違うんですね。さて、その違いとは何でしょうか。早速作り方を見ていきましょう。まずは材料です。太さ3ミリの紐60センチ、今回も手遊び小町で販売しているスワン糸を使用します。ショップのリンクは概要欄に記載しておきます。それ以外にこのような100均で買えるラッピング用の紐や江戸内紐などでも OK です。特大ビーズ4個、待ち針、そしてピンが刺せるボード、なければ段ボールを重ねたものや発泡スチロールなどで代用してください。その他に必要なものはハサミ、ライターなどもあると便利です。まず紐の中心をボードの上の方にピンで留めます。そしてピンを刺したところからだいたい6、7センチくらいのところを下に向かってピンを刺します。もう片方も同じように留めます。右側の紐も6、7センチくらいのところで、今度は右方向にピンで留めて、さらに中心に持ってきてピンで留めます。左側も同様に左方向、そしてそこから中心に持ってきてピンで留めます。残りの紐は下に垂らしておきます。これで準備完了です。まず分かりやすいようにそれぞれの紐に番号を振っておきます。左が1番、上が2番、右が3番、そしてここを4番とします。最初に4番の2本の紐を1番と2番の間に向かって折り曲げます。ここに爪楊枝など細い棒状のものを入れておくと後で楽ですよ。次に1番の紐を2番と3番の間に向かって折り曲げます。ピンを刺しておきましょう。今度は2番の紐を3番と先ほど4番の紐があったところの間に向かって折り曲げます。そして3番は今爪楊枝が通っているところ、ここに通します。中心からピンを抜いていって4方向の紐を少しずつ引っ張ります。またこのようにピンを刺して固定します。そして先ほどと同じことを繰り返します。4番の2本の紐を
1番と2番の間に向かって折り曲げます。またここに爪楊枝を通しておきます。1番の紐を2番と3番の間に向かって折り曲げます。そして2番の紐を3番と先ほど4番の紐があったところの間に向かって折り曲げます。そして3番の紐を爪楊枝が通っているここに通します。全体的に小さくなってやりにくいので、慣れるまでは紐を長めにしておくといいと思います。そしてほどけないように慎重にピンを抜いて4方向を少しずつ引っ張ります。中心の結び目がしっかり締まったら、この四隅に出ている耳っていうんですけど、この紐を引っ張り出します。形を整えるときは、伸ばしたいところまたは小さくしたいところがどこにつながっているのかを確認して、それを引っ張り出したり別の紐を引き締めたりするのがコツです。ちょっと慣れるまでは練習が必要なんですけどね。では紐の先にビーズを通します。紐の先にセロテープをなるべくきつく巻いて、先を斜めにカットします。そして特大ビーズの中に通します。スッと通るのもあるんですが、中には通しにくいものもあるので、そういう時はねじ込むように入れたり目打ちや針で押し出したりして、ビーズから先端が出てきたらペンチなどでつまんで引っ張り出してください。まあ大変だったら最悪ビーズはなくても、今回は結び目からビーズのところまで5センチぐらいにしてみましょう。紐の先を1回結んだら紐をカットします。ライターで炙ってほつれないようにしておきます。もう片方も同じようにビーズを通したら菊結びの完成です。さあ次は吉祥結びです。最初の準備は菊結びと全く同じです。こちらも右から時計回りに1番、2番、3番、4番としておきましょう。まず吉祥結びの場合は2番から始まります。2番を3番と4番の間に向かって折り曲げます。そしてここに爪楊枝を通しておきます。
板を4番と1番の間に向かって折り曲げます。4番の2本の紐を1番と2番の紐があったところの間に向かって折り曲げます。そして1番を今爪楊枝が通っているところに通します。中心のピンを外して4方向の紐を少しずつ引っ張って結び目を引き締めます。今度は2本の紐を2番の位置に来るようにセットします。そして次も2番から始まるんですが、今度は先ほどとは逆に反時計回りで折り曲げていきます。なので2番は1番と4番の間、1番は4番と3番の間、4番は3番と2番の間に向かって折り曲げます。そして3番を爪楊枝が通っているところに通します。あとは菊結びと同じように結び目の四隅にある耳を引っ張り出して仕上げます。このように菊結びと吉祥結びは結び方が違うんですが、見た目もこの真ん中の結び目の紐の向きが違っています。といっても吉祥結びをひっくり返せば菊結びの表と同じ向きになるんですけどね。吉祥結びは健康と幸福を願うものと言われていますし、菊は長寿を象徴するものです。お正月に会うことができなかったおじいちゃんおばあちゃんへお守りとして送るのもいいかもしれませんね。意外と簡単ですので、大切な人を思いながら作ってみてください。